はい、皆さんこんにちは、トリッカーですね、前回の動画では暗くなって寒くなってですね、エンジンが何回も止まる状態をだましだましですね、なんとかでも無事に家に帰れたというわけなんですけれども、まあ、何がおかしかったのかなということでですね、いろいろやってみたんですが、まずね、あのバッテリーはね、もう死んでましたね。充電してもですね、充電が効かない状態で、今も外しましたけれども、充電が効かない状態になっておりました。でそれとですね、テスターでですね、バッテリーの電極に当ててみましたらですね、まあ、バッテリー自体は電圧だけはあったんですが、まあ、なんていうか容量っていうかね、それは全くなくて、13ボルトぐらいを挿すんだけどセルが回らないっていうね状態でした。で、押し掛けしてですね、エンジンをかけて、で発電量を見てみたらですね、なんとエンジンがかかっているとですね、短時間の電圧が10ボルトになってしまう、下がるんですね。で下がって、でしかもですね、アクセルを吹かすと、さらに下がるという状況でしたね。ブンってやるだけで7ボルトとか、グンって下がっちゃうんですね。というわけで、まあなるほどと、エンジン回転を上げるとエンジンが止まってしまう理由は、まあ、そういうことだったわけですよね。エンジンがかかってアイドリングは、まあ10ボルトぐらいだったらギリギリするんだけれども、回転が上がると電圧が下がってしまうという症状が発生してたので、エンジンが止まってしまうということだったのかなと思います。できるだけ低加電で走ってたんだけど、それでもやっぱり発電電圧が足りなくてですね、そのうちバッテリーにちょっと溜まってた電気がなくなってエンストしてしまうだったのかなと思いますね。まあ、そんな感じですね。で、まあやっぱり電圧がおかしいということはレギュレーターなんだろうかなということでですね、今外しましたけれども、こちらレギュレーターですね、ここのところにこうついてました。でこれを外しましてですね、で購入しましたね、レギュレーターを。こちらですね、Amazon でですね買いました。2780円、中華製の、まあ純正同等品というかですね、まあ互換品ですね。どうでしょう、一応形は大体同じですね。裏側のこの感じが違いますが、まあ、ちなみに純正品を買うと1万円ぐらいしますね。でそしてですね、あとバッテリーもダメになったんで買いました。こちらですね、メンテナンスフリーバッテリー、これが3250円でした。これもね、やっぱり純正品を買うと1万円ぐらいしますので、まあ2万円のところ6000円で済ませたという感じですが、まあどうなるか、じゃあこの後につけてみて、様子を見てみたいと思います。はい、ちょっとね狭くて作業しづらいんですが、取り付け完了いたしました。じゃあ次バッテリーですね、どんなのが出てくるか。はい、メンテナンスフリー ETZ7S互換のやつですけれど、電圧測ってみましょうか。12.5ボルトあります。よし、早速つけたいと思います。充電済みって書いてあるからいいね。はい、バッテリーつきました。ギチギチに詰まっててなかなか作業しづらかったですが、とりあえずですね、であと ETC と USB 電源がついてるんで、ちょっと端子のところもね、ちょっとごちゃごちゃ無理やり感がありますが、とりあえず入りまして、じゃあですね、エンジンかけてみましょうか。ドキドキ。はい、大丈夫ですね。
ポンプが回りました。さあ、よし、なんかチェックランプ、あ、消えた。圧を見てみましょう。近所迷惑になるんで、とりあえずね、バッテリー短時間電圧は、15V、これだと 15V もにも上がってましたね。でエンジン吹かしても電圧が下がるようなことはなかったので、とりあえず、まあ、症状は改善してますので、これで治ったということになるといいなと思います。じゃあちょっとこの後ね、走って実際に、確認してみたいと思います。はい、それではトリッカーですね、修理、した車両を試走に出ております。まあ走り始めてですね、最初その前回の時と同じようなですね、回転が上がるとエンジンが止まるというような症状が出るかどうかに関してなんですが、全く問題なくですね、回転はしっかり上がりますし、まあ、当然バッテリー変えてるから当然なんだけどセルも回りますし、まあ、ここまで問題なく、走れておりますね。まあ、前回走ってるとこういう風にね、普通にだらーっと走ってても、なんだろう、数分に1回エンジンが止まってしまうというですね、恐ろしい、症状が出ていたんですけれども、今のところですからレギュレーターとバッテリーを交換して、正常に動いているので、まあ、やっぱりその2つというか、まあ、レギュレーターでしょうね。レギュレーターがダメでバッテリーがやられちゃったというところかなと思うんですけれども、まあ、これで、これで、修理完了でいいのかなと思うんですけどもね。ちょっとじゃあ止まってですね、はい、ちょっと回してみましょうかね、ブーンとね。まあ大丈夫かな。ちょっと回転が上がった時に、リミッターに当たってるのかなっていう感じの、やっぱりリミッターだったのかな。まあそんな感じな気がしますけどね。でアフターファイヤーはちょっと出てるかもしれないけど、まあ暗いからっていうのもあるけど、でも前はパンっていう音もしてたんで、まあそれからするとね、エンジン切って、はい、再始動。まあ全く問題はなさそうですね。なさそうです。はい、ということで一件落着ということでいいかなと思うんですが、まあ一応前の
ことも含めて考えるなら、しばらく乗ってもバッテリー上がったり異常が出たりしなければ OK という感じかなと思いますね。まあ、一点ちょっと気になるところとしては、新しいレギュレーターでですね、短時間電圧、充電電圧が 15V 出てたんですが、ちょっと高くないかなと思うんだけど、まあ、ちょっと それが普通どのぐらいなのかなっていうのはね、わかんないですけども、あと、あのテスターもかなりチャチーので、まあ、そんなに細かい数字を言ってもしょうがないのかなっていう気もするんですがね、まあ、ちょっと高いのかなっていう気もする。まあ、やっぱり安物だからね、この、レギュレーターね、代替品だし、だから、まあ、わかんないですけれども、とりあえず電圧は上がってるし、充電もされてるんじゃないかなと思いますが、まあ、少し使ってみて様子を見ていきたいと思います。とりあえずね、修理完了ということでいいのかなと思います。というわけで、トリッカーエンジントラブル解決編でした。はい、でですね、ちょっと今走ってきまして、今帰り道です。10数キロ、まあ、20キロもないかな、20キロ弱、ですけれども走ってきましてですね、また同じあたりに戻ってきたところなんですが、まあ、異常なしですね。アフターファイヤーも感じなかったですね。まあ、まずバッテリーが、まあ、まだ息がいいんで、仮に発電の方がね、発電機がおかしいとかでもまだ走れちゃうっていうのはありますけどね。まあ、これが、まあ、バッテリーがまた上がったりとか、アフターファイヤーパンパン言ったりとかしてきたらまずい。その点火が、アフターファイヤーには要は燃えてないガスがあって、それがマフラーの方まで行って点火してパンパン言うわけなんで、ちゃんと点火されてれば、その火花がちゃんと飛んで点火されてれば、そういうことは、まあ、あまり起きないはずなんですよね。まあ、それだけが原因じゃないとしてもね、アフターファイヤーの原因が他にもあることはあるんですけれども、まあ、とりあえず、大丈夫そうということで、これ以降はちょっと時間をかけて確認しないといけないところではあるんですが、まあ、充電電圧が上がっているので、大丈夫なんじゃないかなというふうに思っております。この後ね、ちょっとシフトの抜けが前からね、抜けやすかったところをですね、ちょっとエンジンを開けて、スプリングを交換してですね、それで改善をすることを期待しているんですが、まあ、そういったことをしてですね、で冬の間ちょっとトリッカーもどんどんね、もっと乗っていこうかなと思っております。ということでした。解決編でした。ご視聴ありがとうございました。